はい、どうもパティモス協会でございます。あ、消えたピナちゃん。ご飯ですね。いや、熱いな、前らんとこな。本日初日だったもんでね、仕事、お盆休み明けの、正月休み明けのバテた。もう明日も仕事を頑張らないといけないんですけど、バテたな。まあ、というわけで猫どもも見たくなるのかなんて、餌あげないといけないんで、まあ、どんな感じかと言いますと、うるさいですね、あんたたち。うるさいですね。分かった分かった、ピラちゃん。はいはい、猫たちです。というわけでね、行きましょう。ピントが大変。ピントが、まあまあ言うておりますんで、餌をね、あげたいと思います。まあ、猫に餌をやってるシーンは、ねえですけども。今日もおっさんの日常の動画でございます。でですね、ピントのバカだ。ピントがおバカだ。なんでピントこんなにも合わないかな、このカメラのピントは。ここだよ、僕はここだ、僕を見つけてくれってベルトルトも言うてましたけど、このカメラは俺を見つけてくれません。まあいいですわ。こんな感じででっかい水槽で、これ180センチある水槽なんですけど、はい、お魚も飼っております。まあうちのね、編集スペースが生放送するところに置いてる水槽もあるんですけど、それよりでかい、うちで一番でかいこの180センチの水槽で、めちゃくちゃ汚いんですけどね、まあ、掃除しないといけないんですけども、まあ、こんなこともパテモスをやってるねっていう感じでございます。というわけで湯上がりパテモスをひげを剃ってきました。はい、さすがにね、近くで映して、まあ、今でもこれ汚いけども、まあ、最近ちょっとひげのというよりもしてなかったんで、はい、剃りました。今から晩酌のあてを作りたいと思います。そうやっていこう。まあ、オリーブ入れます。オリーブオイルで、ニンニク、火強いな、弱めの火で、はい、ハム、本当はベーコンが良かったんですけど、ベーコン買い忘れてましたんでハムにしました。トマト、はい、塩コショウ、うん、でもいい匂い、ハムでもいいや、全然ハムでいい。ほうれん草の茎のところ、チーズ、固まってんな、大丈夫。はい、卵入れます。ほい、ちなみに片手でも割れます。ほうれん草の葉っぱの方もちょっとこの辺に置いときます。マヨ入れます。よし、混ぜる、スクランブル、葉っぱのところちょっと火通そう。葉っぱはね、一緒に火通るんでね、最後卵と一緒ぐらいでいいと、卵と一緒に入れるタイミングに入れたらいいと思います。うん、よし、いいぞ。
少し固まってきた。これぐらい固まればいいかな。トマトの汁も出すぎるし、これでいい。あとはケチャップを、本当はオムレツにすりゃいいんですけど、オムレツにするのはめんどくさいんでこれにしました。よし、さては今日はこれで久々に晩酌動画でも撮ります。20分ほど喋ってましたけども、カメラが回ってなかったという腐れアクシデントで俺の人生の20分はゴミ箱行きとなりました。まあ、というわけで明日の晩酌動画を撮って、結構調子よく俺はこの休みの間何をしてたかとか、なんかこれこういう久々にこういうことをしたとか、んで昨日実家にいてどうこうこうこうあーこうそうこううんくんこんくんとっとこハム太郎みたいなことも言ってたんやけど、それ全部パーパー、まあいいわまたいつか言うわ。もう言わへんかもしれない。2回も3回も一緒のテンションで喋られへんからね。だもんで、ちょっとまあこの間そのセカンドストリートで私赤いパンツだけ買ってきたと思うんですけど、もう一個実はねズボン買ってたんですよ。これなんですけど、まあまあそこそこデニム知ってる人分かるでしょ。これドゥニームのこのジーパン、これ980円、900円で買ったんですよ。まあまあ色落ち的には嫌いじゃないですね。こういう感じになってて、まあ、ただ私はこういうダメージジーンズを履くときには親指入ってビビビいっちゃうんですよ。こういうのね、親指ピッて入ってビビビッて履くときビーってバーってなるんですけど、こういうのは好きじゃないんで、これをリペアするためにミシン買いました。私実は重機のミシン持ってたんですよ。それうちのおかんがミシン壊れたっつったから、それあげちゃって、ほんで俺のミシンがなくなっちゃったから買ったよ。何やったっけ、進化、何やったっけ、その辺のやつ、2万円ぐらい。こう900円のジーパンのためにね、2枚のミシンを買うというか、でもこれからのために使えるから、これを俺なりに修復して履こうかなと思って、まあミシン買いました。あの皆様が買っていただきました、こういうとここれとかいいか、あの買っていただきました、あの手ぬぐいもう残り10何枚ぐらいになりましたけども、あのそれの儲けの方でね、売り上げじゃなく儲けの方で買えたんで、それを使わせていただきました。まあ、こうグッズを販売で入ったお金っていうのは基本的には私は使いますんで、うん、それでミシン買ったんで、まあよしとしようかなと思っております。というわけでね、はあ、久々の酒動画撮ったのにさ、これでなくって、お風呂上がりなのに汗びっちょり、結構熱伝パテモソ協会やったんですけども、まあその辺はまあ仕方ないかなと。まあまたミシン来たら、ミシンであれを直すのは違う、まあ、普通の動画としてね、マニアチャンネルであげようかな、この、まあ、その日常生活的なんじゃなくてね、うん、まあ、というわけで今日もまあちょこちょこ撮れたら撮っていこうかなと、ビデオブログ的な感じね、もっと思ってます。というわけでパテモス協会でございました。明日一日お休み楽しんでください。そして明後日から地獄のように働いてください。というわけでパテモス協会でございました。ご視聴ありがとうございました。